はい、皆さんこんにちは。カズシーズチャンネルの時間がやってまいりました。本日はですね、ちょっとこれはどうしても見逃せないなということが、ありましたので、予定を変更して今日ちょっとねお話をさせていただきたいなと思います。予定を楽しみに公開予定をしていたね、浜井先生の動画を楽しみにしていた皆様にはねちょっと申し訳ないんですけども、何卒ご了承ください。よろしくお願いします。小島和さんの件なんですけども、善意のね第三者からの情報提供者からの LINE がね、今まで来てたのを流してたのは皆さんもご存知だと思うんですけども、その中にですねちょっとこれはひどいなと、見逃すことはできないなっていう内容の、LINE がまた来ましたので、ちょっとね緊急でちょっとねお話ししたいと思います。でまずはねちょっとその LINE の内容をちょっとご覧ください。どうぞ。はい、っていう内容なんですけども、ちょっとねひどいですねこれは。私とね結構ね縁が深いというか、まあ、前田さんにすごくお世話になってるんで、これはちょっとね見逃すことができないんですよね。なんで前田さんちょっとね読んでみると、北朝鮮在日で総連の非公式幹部と、これね何の根拠があってこんなこと言ってるのかわかんないですけども、北朝鮮在日の、幹部だと、北朝鮮総連の幹部だと、ね、どういう意図があってこんなことし言ってるのかと思うんですけども、それでね、挙句の果てには前田さんの伝説の引退試合ですよね、格闘技ファンの間では未だに語り草になってると言われている、前田さん対アレクサンダー・カレリンの一戦、これをやらせと言ってるんですよね。
これね、お前ふざけるなよと、思います。これね、浜井先生も言ってましたけども、試合もやったことない人間がね、ましてやね、プロで格闘王とまでね、言われている人の世紀の一戦と言われた引退試合をね、これをやらせとかね、言っちゃうところがね、神経を疑うというか、異常なんじゃないかなってね、思いますよね。前田さんとね、カレリンの一戦なんかね、もう誰も真似しようにもできないようなね、伝説の一戦で、まあ、プロでも本当にね、もう伝説になってるぐらいのね、試合をやらせとかね、言っちゃって、しかもそれをね、なんか番組にするっていう風にね、YouTube でまとめるって言ってるところがね、すごいですよね、この辺が。はい、それでですね、前田さんの名前についても言ってますけども、前田さんの、アキラと、あのアキラって前に火っていうのがつくんですけども、それがキングジョイルの火と同じだと。はあ、それね、当てつけてかこじつけにも程があるだろうと。あの傲慢さ、俺が知る1990何年代までプロレスラーの中で最悪な人間だと。お前最悪な人間だって前田さんのこと何を知ってるんだよと。ね、これちょっとね、僕ちょっと許せないですね、これはね。もういい加減にしろと、人をね、小馬鹿にするのもいい加減にしなさいと。僕も、ね、前田さんとライジンが出るちょっと前ぐらいかな、練習とかね、いろいろ見てもらってて、すごく面倒見が良くてね、前田さんのことすごく尊敬してるんですけども、いや、こんなことを言われてね、黙ってられないですよね。それで前田さんが格闘技通信ゴング格闘技を通して芦原先生に会いたがっていたけど、芦原先生は断固として無視し、挙句に俺に断り役をさせましたと。これもね、おそらく嘘ですよね。前田さんそこまでなんか誰かと会いたいって言って、ゴン格や格闘技通信通してそんなこと言うような人じゃないはずですからね、これは。まあでもね、こんなことばっかり言っててね、まあね、小島さん、自分が虚しくならないんですかね、まあ本当に。でね、今回こうやって全員第三者から、情報提供がね、来たことによって、これが明らかになったわけなんですけども、まあね、この情報提供者が、今ね、すごくね、増えてきてるんですよ。今までね、一人とかだったんですけども、その後とかですね、ここ最近ですね、まあ、グループトーク内での異常な体質に気づいたね、方々が、何人もね、僕の方に、SNS のメッセンジャーなどを通して、僕の方に連絡を来てですね、中には身の危険を感じると言ってる方もいるぐらいなんですよね。それだけ、このね、小島グループライン、略して KGL、は異常なグループなんだと思います。それでね、その後なんですけども、実はですね、芦原会館の2代目館長の秀典館長の方からも、連絡をいただきまして、ちょっとね、その辺をちょっと読み上げたいと思います。お疲れ様です。芦原会館の芦原秀典です。いつも楽しく YouTube 拝見させていただいております。自分も小島さんとは芦原会館も関わり持ちたくありません。真実は本を出して絶版にした理由として、ゲラの時点と出来上がった本の内容が違ってたためです。嫌がらせが始まり困ったこともあります。親父も小島は編集者だからとして話聞いただけで、空手の話などは一切聞いたことありません。取材以外はあまり付き合いもなかったはずです。名前すら出なかったです。朝いろんな方に電話はよくしてましたが、あと裏さばきがあるならまず俺に指導してくれると思います。本当に関わると面倒な人なので、全く関わりたくありません。小島さんの YouTube で親父のことも言われてますが、真実ではないと思います。あまり気持ち悪くて見てませんが、これを出すとまた小島さんがネタにしてしまうと思うので、宮本さんには伝えたかったままです。今後も YouTube 楽しみに拝見させていただきます。自分も先代の裁きを世界に広げることに専念します。生涯武道として芦原会館は進んでいきます。そういうの総帥、浜井先生の話も勉強になります。はい。こういった内容はですね、秀典館長の方から来まして、ちょっとね、これで何回か、メッセンジャーでね、やり取りをさせていただいたんですね。で、その後に秀典館長の方から、電話がありまして、詳しくお話をさせていただきました。はい。でね、まるっきりね、やっぱり、小島さんの話は嘘だという。
いうことで、秀則館長に、じゃあちょっと YouTube で喋りますかっていうことも打診をしたんですけども、いやいやもう全くね、関わりたくないということで、秀則館長の方は YouTube に出るということは遠慮しますということだったんですけども、まあね、こうしてね、連絡をいただいたっていうことで、秀則館長の意思はね、すごくね、伝わったと思います。はい。なんでね、小島さんの話はね、本当にね、全部が嘘だということで、足原会館の2代目館長もね、そうおっしゃられてたんで、もう、ね、いい加減にしろと言いたいですよね。で、もうね、今日が、2月の、8日、8日。はい、あとね、8日間。ね、裁判まであと8日間です。はい。2月16日までね、あと8日間ですんで、早くね、もうここを解決して、まあもう、僕もね、大久保館長もね、浜井先生もね、小島さんとはもう関わりたくないっていうのが、やっぱそこはね、本音なんですよ。もう今、足原会館の2代目のね、秀則館長が言われてたように、もうね、あんまりね、早く片付けたいと。片付けて、もう違うことにね、ちょっと専念したいと。まあ、例えばね、浜井先生の護身空手道であったりね、いろんなことがね、もう今、今年の出来事としていっぱいね、詰まってますんで、小島さんにね、かまってる暇ないんですよ。はい。で、やっぱりね、こんなね、マイナスの人に関わってたらマイナスのことしか起きないんで、負の人に関わりたくないっていうのがね、やっぱり一番の本音です。はい。なんでね、まあ、でも今回は、この小島さんのグループトーク、グループラインで、小島グループラインね、KGL の方で、前田さんを、誹謗中傷、うん、これはねちょっとね見逃せないなと思ったんでちょっと動画にしました。はい。前田さんをね北朝鮮総連の幹部だとかね、これね引退試合をねやらせだとかね、もうほんといい加減にしろと言いたいですよね。お前何様だよと、うん、言いたいですよ、そこは。はい。でこのグループトークの中ではね、我が学生時代からの親友ミスター W とのコラボで新 YouTube チャンネル、昭和のプロレス探求を始める予定です。異種格闘技戦のアングル、真実、前田明対カレリンのやらせなど、丸裸にします。お楽しみ。これね、ほんとおかしいですよね。てか、お前のプロレスの何がわかるんだよと。うん。ええ加減にしてよと、ほんとに。うん。そんなにね、プロレスのことを言いたいんだったら、なんかね、そういうの総数に、プロレスしませんかとかって、三文芝居を持ちかけたこともあったんでね、じゃプロレスやれいいじゃんか、俺と。うん。ノールールマッチで。プロレスはね、5カウント以内まで反則 OK だ、なんで、小島さん何やってもいいよ、本当俺には。うん。俺何やってもいいから、凶器持ってきても何してもいいから、俺とリングに上がって、じゃあ試合すればいいんだよ、本当。そんなことばっかり言うんだったらね。プロレスをそんなにコケにされて、黙ってられないですよ。うん。でね、まあ、指導官との裁判も、大久保館長とね、今、進めているところで、そういうの総帥の方では、刑事事件の、刑事告訴としての準備をちょっと進めていると。いうことなんで、まあ、小島さんね、本当にね、本当にこれはいい加減にしないと、取り返しのつかないことになると思います。あとね、編集の川島、うん、こいつが多分ね、小島と同じぐらいに悪だと思います。はい。なんで、編集の川島と小島2人揃って、本当にね、謝罪して、まあ、そういうの総帥がいて頭丸めて謝りに来いってね、そのぐらいしないとね、ダメだと思いますよ。うん。この編集の川島が面白おかしく編集したおかげでね、こうして小島氏のね YouTube が広まってしまった、拡散してしまったっていうことがあるんでね、川島氏の罪はねものすごく大きいと思います。はい。なんで川島氏と小島氏はしっかりとね謝罪をしないと、はい、今後ね本当裁判も控えてますし、その裁判の後にねもうどうなることかねちょっと分かんない、もうその民事の後にも刑事になるかもしれないし、はい、どうなるか分かりません。はい。で、今回はこうしてちょっとね、見逃せない内容の、グループラインがね、第三者の、情報提供者から送られてきたんで、ちょっと緊急でね、お話しさせていただきました。ほんとね、お前ら二人な、小島と川島、プロレス舐めたらほんと許さんからな、お前。お前、いい加減せよ、これ。